韓国で感染拡大の MERS、 現地はどうなっている？韓国の保健福祉省は MERS コロナウイルスの感染者が新たに5人確認されたと発表しました。確認されたのは MERS 患者と接触した医療関係者などで、感染者は死者2人を含む35人となっています。また感染者と接触し医療施設や自宅での隔離対象となっている人は1600人を超えています。韓国では感染予防のために小学校を中心に700を超える学校が休校を余儀なくされているということです。さて、この感染拡大が続く韓国、韓国はどんな状況なのか、ここで共同通信ソウル支局長粟倉義勝さんに、詳しく伺います。電話がつながっております。粟倉さん、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お忙しいところよろしくどうぞ。はい、また新たな感染者も出ているんですが、ソウル市内どんな様子なんでしょうか。ソウルはですね、まあ今せいぜい10人に1人ぐらいがまあマスクをですね、つけて歩いてるという感じですけど、ただいろんなその例えば、宗教団体ですとか、あと自治体が催すような、集まりイベントですね、こういうのがどんどん中止されてですね、人の集まるところには行かないでおこうというような言葉がやっぱりよく交わされています。はあ、はい、例えばナンデモンであるとかイテウォンとか、そうしたその賑やかなところの人出はどうなんでしょう。やっぱり中国からのお客さん、観光客がですね、やっぱり韓国で最近目立ってるんですけれども、特に中国は10年ぐらい前の SARS の時に300人ぐらいが亡くなってるじゃないですか。はいはい、それで感染症にはものすごく敏感でですね、この人たちはみんな、まあ、マスクをつけています。それで、昨日おとといの時点ですでに7000人ぐらいの観光客のキャンセル、韓国に来る人ですね、されているというので、今日の時点だともっと多いと思われますけれども、かなり観光にも影響がじわじわと出ていると思います。学校の休校も多いということですし、はい、そうすると相当深刻な状況で、はい、ソウル市民の方々捉えておいでということなんでしょうか。そうですね、政府の対策に信頼ができないというのが、不安を増幅させていましてですね、はい、今おっしゃった700校ぐらいの学校が休校になってるんですけど、これもですね、父母がですね、学校側に要求してで学校の判断としてしてるのであってですね、うん、未だに政府保健当局は昨日の記者会見でも、感染力はそれほど強くないから学校を休校させる必要はないというような発言を記者会見でしてて、非常に対応がちぐはぐなんですよね。でそういった点が不安に拍車をかけているという、そういう様相です。はあ、そうするとこういうような手を打っているから安全だということではなく、イメージ戦略が先行しているって感じでしょうか。おっしゃる通りで、今最初にご紹介いただいたように1600人ぐらいが今隔離対象になっていると、隔離、で、いうのを大々的に宣伝していますけれども、はい、この1600人のうちですね、1500人は、うん、自宅隔離といって、要するに家にいてくださいっていうだけなんですよ。それで昨日発覚したんですけど、その家にいなきゃいけない自宅隔離の人が、百何十キロ離れたゴルフ場までマイカーで走っていってですね、ゴルフを楽しんでいたことが発覚して一体この隔離装置ってどうなってんだっていう、またそれも大騒ぎになっていますね。それと意外だったのは、粟倉さん、医療関係者、はい、つまり院内感染があるということにも驚きですよね。そうですね、最初がやっぱりですね、最初の患者が見つかったのがちょうど2週間前になるんですけれども、その直後に当局がその感染力をものすごく低く見積もってですね、患者と2メートル以内の距離で1時間以上過ごした場合に感染が疑われるということで、このごく狭い、ごく近しい人だけをその隔離対象にしたんですね。ところがその5日後にですね、
たった5分間問診をしただけの医者がかかっていたと、はい、移っていたということが発覚して、もう最初のその隔離の基準というのが全く意味をなさないものだったと、そうですね、いうことが分かって、その病院で今ほとんど20人以上ですかね、同じ病室じゃない別の病室にいる患者やその患者を見舞いに来た家族にも、感染しているというそういう状況です。そうですよね。それと倉さん、観光客への影響も大きいかと思うんですが、日本とのその渡航、このあたりはどういう対策を取っているようですか？そうですね、日本と韓国を行き来するその飛行機の消毒をですね、まあ、やりますというのを航空会社は今日ぐらいでしたかね、言い始めたり、それなりに意識はしているようですけれども、はい、今申し上げたその国内の、ね、隔離ですとか予防拡散措置っていうのが、今申し上げた自宅隔離のデタラメさに現れているようにですね、本当に、ね、口だけなんですよ。私が見てても、あ、これは何の多分効果もないんじゃないかなっていう、素人に見てもですね、それを一般の人も感じてるでしょうし、観光客にその配慮をしてですね、何か特段の対策を取って有効な手を打てるような、そんな空気でもないですね、今のところ。青倉支局長はご自分、予防対策は取っておいでなんでしょ？いや、予防対策は手を洗ったりですね、それでね、予防対策もですね、2週間前に、初めて患者が出た頃にですね、政府が発表したそのリーフレットがあるんですけれども、そこにはですね、手を洗うとか、もっともらしいことが書かれていて、その末尾にラクダに触らないですとか火の通ってないラクダの肉は食べないでおきましょうとかいうね、要するに中東で、使われているリーフレットの内容をもうこの国の実情に何にも考えずにただ翻訳して出しただけっていうような、なんて言いますか、その本気でいろんなことを想定して拡散を防止するっていうですね、そういう気概がないんですよ。いや、こうなりましたら、それをみんな見ついてて、もう共同通信を中心として少しメディアが、きちっとこう指摘しなくちゃいけませんね、これね。韓国メディアも相当厳しく批判をしていますけれども、はい、また動きがありましたらお伝えください。はい、どうもありがとうございました。お忙しいところ、共同通信ソウル支局長粟倉義勝さんに